はい、おはようございます。マスターです。お前はもう死んでいる。まあね、別に死んではないと思うんですけれども、はい。北斗の剣ですね。はい。じゃあ、今日もですね、そんな感じで行ってみたいと思います。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。今日は金曜日ですね。 えと昨日もメール昨日おと日いかなこの前メールしたんですけれどもあのブログしたんですけれどもこれからですね月水期にですねコンテンツをお届けして土曜日に宿題をやってもらってっていう形にしていこうかなと思ってますなんでですねそういうことをするかって言ったらまあブログにも書いたんですけれどもまあ僕のですね時間が なないいしで時間がないイコール急いで作らなければいけない急いいいで作らななけければいけないかな内容が薄くなってるんじゃないかなとなんか同じようなことを何回も喋ってるんじゃないのかなといろいろ思う節があってかつですねなんていうんですかうんこのブログはもちろんですねブログっていうかメルマガとかもそうですけれどもみんなのためになるというかあなたがですね稼いでいただけるとかあのためにですねためだけにですね ビデオを撮ってるんでいいいるで話聞きままししたたありがとうございました参考にさせていただきますとかいう人は僕あんまりいらないんですよ。でこのブログのビデオっていうのは何、まあ、で撮ってるかって言ったら稼いでもらうためですよね。治療院とか小売とかあとは病院とかですねそういう先生たちがたくさん見られてるのでそういう方たちがもう明日からちゃんと売り上げを上げられるような考え方なりとかやり方なりとかっていうのを お教えしたいというか、シェアですね。僕がですね、すべて分かってるわけではなくて、あなたと一緒にシェアをしたいので、だから、ちょっとやっぱ内容濃くしていくためにですね、週に3回、4回にしていきたいなと思いましたのでですね、ぜ、え、ひ、ー、ですね、これからもですね、お付き合いいただけたらなと思います。もしもう毎日ミヒンやったら、俺らミンってやったら、 別にそれでも構わないと僕は思ってますけれども、基本的に前よりも内容を濃くしていきますんで、一回一回のコンテンツっていうのは大体、えっ、ー、とまあ、7、8分。長くなったら11分、12分ってなるかもしれないですけれども、毎日ですね、何か教材を買ったつもりで、えー、ですね、お届けしすればな、させていただければなと思いますんで。 よろしくお願いします。でですね、ちょっと飽きましたけれども、今日はですね、ゾッとする話をします。<laughs> ゾッとする話。ね、まあ、ひとし松本のゾッとする話っていうのがありますけれども、もう、あれはですね、まあ、聞いたら、もう、ゾッとで、ね、こう、ゾッと身の毛のよだつというか、そういう話をしてるんですけれども、今日もです今日はですね、僕がタクオ、卓を増田のですね、ゾッとする話をしたいと思います。これ別になんかこう、ギャグを言うわけじゃなくて、 本当にですね、生死を分けるぞっとする話をしたいと思います。それは何かって言ったらですね、まあぞっとする話って言ったらなんかないでしょうか。例えばですね、まあライバルというか、競合にやられたらゾッとする話ってなんかないですか。自分のお店がここにあって、自分のお店から少し離れたところ、もしくは周りにですね、やってるライバルの競合のお店っていうのは、があなたにもあると思うんですけれども、もしですね、 今日、明日にですね、そのライバルがですね、こう、やられたら、ライバルにやられたら、うわ、これ俺、死んでしまうとか、ゾッとする話ってなんかないですか。例えば、周りが、あの、まあ自分と全く逆のやり方をしてしまったとかね、例えば、値段が、値段をとても高くしてけれども、完璧によくしますとかね。 まあ逆に安くししていいどこよりもい,い施術しますうんであの自分の半径何メートル以内で私よりもいい治療があったら自分に支払ってくれたお金の半分もしくは全額をお,支払いあのお返ししますとかねそんなんやられたらゾッとしないですか <laughs>。 あとはですねもう毎日 DM 打たれたりとか毎日もう患者さんというかお客さんと顧客とのですね関係を絶や,さ絶やさないマーケティングのシステムを持ってる業者競合がいたらゾッとしないですかねあのと志松本のですねゾッとする松本さんの話っていうのはまあ怖いうわ何それ心霊とかねあのそうお化け的にはゾッとする話はあると思うんですけれども明日ですね自分のお店が潰されるような。 改革的なことをですねやられたらですね、これゾッとするところじゃないですよね。本当に死んでしまうかもしれません。あなたはですね、もしかするとまあ、独身かもしれないし、結婚をされてるかもしれないです。ただあのどっちにしてもですね、生活を脅かされる脅かさせるようなですね、こう政策をですね、国が取ってきたりとか。 ね今回でもなんかこう消費税10%とかってありましたけれどもまあそんなことされたりとかあとはもうライバルですねやられたくないこともうこれやられたら俺のとこも終わりやみたいなそういうことですねやられたらどうですかゾッとするでしょ現にですねあの何て言ったらいいんですか僕がまあ治療院今もやってますけれども治療をやりながらですね まあ周りがこう何て言うんですか自分のことを悪口を言ったりとかあそこ増田師僕のお店って増田商店って言うんですけどもふざけた名前ですけれども増田商店師匠のです、ね、周りのにいる同業者たちは何を言ってたかって言ったらまあもうその両者っていうのは潰れてしまったんですけれども残念なことに、うん、あ,あそこはですね時間がとても短いからあ,あんまりそんなよ,くよく見てもらえないですよと話なんか聞いてもらえないですよって言われたことがめっちゃあったんですけれども 僕はもうその時ですね、もうゾッとしました。確かにですね、時間が短いことっていうのはとても、まあ、患者さんをパパッと見られて、たくさん見られ,て見られるという得意な点もあればですね、そうやって話をゆっくり、1人1時間とか2時間とか、まあ、1時間も2時間もそんななんか喋べることあんのかって思いますけども、まあ、例えばですね、そういうゆっくりをしていただけないとかね、あの患者さんの話、ゆっくり聞けられ、うん、聞いてあげられないと。 深い悩みが来る人が来たら、それはなかなか長時間とって対応してあげられないっていうですね、難点がやっぱあるわけですよ。でもですね、まあ、それをパパッとしてしまうですね、業者がもし自分の、自分よりも早くです、自分よりも早く、自分よりも効果の出る治療をされて、自分よりも今日は評判のいいですね、治療院をされたら、もうこれはゾッとしますよ。本当に。なのでですね、今日ですね、あなたに、 していたただけたらなと今日からずっとしていただければいいなと思うことっていうのはもうライバルにですねやられたらゾッとすることって一体何なんだろうとこういうですねまあ白い紙にですねいろいろこう書いていったりとかしてリストアップをしていってほしいんですねゾッとする話っていうのをでそれをですねすべてですねすべてというかもうすべてじゃなくても半分半分以上6割7割ですねあなたが あなたの要は自分のやってるビジネスでやっていくことによってですね周りをですねゾッとさせることができますんでこれはもう早いもん勝ちですはっきり言ってうん早いもん勝ちなんでやったもん勝ちです、はい、ビジネスっていうのはですね確かにクオリティっていうのはとても大事だと思うんですけれどもでもですねそれよりも1万倍大事なのは速さですスピードもしですね マクドナルドのハンバーガーがです、ね、今よりもあの2倍の時間かかったら多分ですね今のマクドナルドはなかったと思います。あれはファーストフードなんですよ。ファーストフードなんで早くなければいけないんですね。はいですので、そうですね早さがですねついてくるとクオリティというのはついてきますから、後からはい必ずです。ですので、えー、今日、ですねそのゾッとする話をです、ね、あの周りがゾッとしてしまうようなもう青ざめてしまうような ターンペールしてしまうようなですね、あのー、ことをですね、あなたがですね、まず最初にやってみてはどうかなと思いましたんで、ぜひですね、今日からやってみてください。はい、まあ、それでは、えー、また明日、えー、動画でですね、宿題を出してみたいと思いますんで、初宿題なんでですね、まあ、どんだけコメント書いてくるか分かんないですけれども、まあ、別に、宿題提出しなくても、 あの普段ね自分がやっていただけてるんであればですねそれでいいと思いますんでぜひまた明日もですねビデオをですね見ていただければいいかなと思いますちなみにですね明日の宿題のテーマはですねハイタッチでお別れしてますかっていうコミュニケーションの話をしてみておこうと思います、まあ、この話聞いてやっていただくことによってですね患者さんというかお客さんとぐっと距離が詰まりますんで グッと縮まるってことは紹介も増えてくるしですね、口コミも増えてくるしですね、広告をですね、まあその広告宣伝っていうのをやらずにですね、者さん方がちゃんと来ていただけるような、要はそのコミュニケーションの術っていうのを関連してお教えしてあなたにやっていただこうと思いますので、ぜひですね、明日もえまあ楽しみにですね、待っていていただけたらなと思います。それでは今日はこの辺で終わっておきます。また明日会いましょう。 拜拜。Bye bye.